はい、皆さんこんにちは、ラピッツです。本日はですね、 iPhone 12 Pro を購入して約1ヶ月が経過したということで、 iPhone 12 Pro 用のアクセサリーの1ヶ月レビューをしていきたいと思います。本日お話しするアクセサリーは3つありまして、1つ目はガラスフィルム、2つ目は iPhone 用ケース、3つ目は iPhone の充電器です。それでは早速ですが、1つずつ見ていただきたいと思います。それではまず1つ目、ガラスフィルムなんですけど、ここにもあるようにニマソのガラスフィルムを僕はつけて使っていました。実際についているところがこちらですね。一見綺麗に見えるかと思うんですけど、もしかしたら気づいている人もいるかもしれませんが、近づけていくとここですね、実は割れてしまっています。派手に落としたりとか何かぶつけたっていう記憶があんまりないんですけど、気づいたら割れてました。何かに当たって割れてしまったんだと思うんですけど、ここから上に1本亀裂が入ってて、真ん中にも1本、この下にも1本亀裂が入っているというような感じですね。正直1ヶ月で割れると思ってなかったので結構ショックでした。で、あとは気になったこととしては、ここ見えますかね、1本小さい傷が入ってるんですよね。結構指でなぞると感触があるぐらいの傷で、目立つ傷としてはこれが一つ。あと多分カメラに映らないんですけど、結構小傷が入ってますね。以前僕は iPhone 7 の時にアンカーのガラスフィルムを使っていたんですけれども、そちらのガラスは目に見える傷が一切入ってなくて、で割れることも全然なくて非常に気に入って使ってたんですけど、今回このニマソは割と傷も入りやすいし、1ヶ月使ってて派手に落としたわけでもないのに割れてしまったので、ちょっとそこは残念だったかなと思います。持った感じも薄くて、で透明度も高いですし、まあ綺麗に iPhone を守るっていう意味ではコスパはいいのかなっていうふうに思いますけれども、やはりちょっと耐久性っていう面ではちょっとっていう感じですかね。あと僕が気になってたのは、このノッチのところが大きく切り替えてあるようなデザインなんですけれども、ここに結構ホコリが溜まっちゃったりとかするんですよね。ニマソのフィルムのラインナップには黒い枠がついたような全画面タイプもあるんですけど、その黒い枠がついたやつでもノッチの部分は大きく切り替えてあるようなデザインなので、まあ、ホコリが溜まる問題っていうのはあまり変わらないかなというふうに思います。今後は全画面を覆うタイプのガラスフィルムにちょっと乗り換えて試してみたいなというふうに思ってるのと、あとはこれ結構反射が強いのでアンチグレアタイプをまた買おうかなと今ちょっと検討しているところです。まあ今はひとまずですね、ガラスが割れてしまったのでニマソのフィルムまだ余ってますので一回貼り替えたいと思います。はい、剥がれました。見事に割れてますね。ここまで綺麗に亀裂が入ってしまうとちょっと心配になりますよね。 iPhone 本体はしっかり無事でしたね。はい、綺麗に貼ることができました。ホコリが入らず位置もぴったりですね。やっぱガイドがついているので貼りやすいっていうのがメリットですね。ちょっと細かい気泡は残ってますけれども、これは徐々に消えていくやつだと思います。貼った直後は指触りも滑らかですごくいいですね。もちろん傷もないですし割れてもないので、今後これに傷が入っていったり割れないように気をつけて使っていきたいと思いますとか言っておきながら、そのうち多分新しいガラスフィルム買って貼り替えると思います。はい、それでは次に iPhone ケースについてレビューしていきたいと思います。右から僕が買った順番に並べてあります。まず最初にこのケースについて説明していきたいと思います。こちらはですね、トリニティから出ているシンプリズムグラシカというケースになります。このケースの特徴は背面が強化ガラスでできていて、非常に耐衝撃性があるというところと、透明度が高いというところですね。そちらが特徴になっています。割と装着はしやすい方かなというふうに思います。前から見るとこんな感じ、背面を見るとこんな感じ。このケースのいいところは、なんといっても背面が強化ガラスでできているので、まずは傷に強い、あとは落とした時などの耐衝撃性が強いというところですね。側面の TPU も割と厚めに作られていますので、こちらも側面も落とした時の衝撃からはしっかり iPhone を守れるかなというところがいいところかと思います。あとはガラス特有の透明度がありますので、 iPhone を美しく使いたいという方にはおすすめかなというふうに思います。で、このケースの良くないところはやはりガラスなだけに指紋はすごくつきやすいです。見ててわかると思うんですけど、結構汚れていってしまいますね。あとは僕がこれを使わなくなった最大の理由なんですけど、やはり側面裏面ともに厚みが出るので、
持った感じがすごい大きくなってしまうんですよね。これが僕嫌で、このケース最初に買ったんですけど使わなくなってしまいました。 iPhone 12 Pro やはりサイズは大きいですし、あと重さもあるので、ケースの重さっていうのは結構大事かなというふうに僕は思っています。僕にはこのケースはちょっと合わなかったかなという印象で、次に買ったケースを紹介します。次に購入したケースがこちらですね。パワーサポートから出ているエアジャケット、こちらはトライタンという新しい素材を使っているクリアケースで、なんといっても軽くて、で透明度が高くて丈夫というね、非常にいいケースとなっています。はい、着きました。こちらのケースのいいところは、なんといってもやっぱり軽くて、で透明度が高いクリアケースっていうところですね。デザインもシンプルですし、非常に使いやすいかと思います。さすが老舗メーカーのパワーサポートの製品だなという風な印象があります。近くでよく見るとドット処理がされていますけど、普段使う分にはそこまで気にならないかなといった印象です。こちらのシンプリズムのグラシカからこちらに切り替えて、非常に軽くて持ちやすくなって、で見た目もすごいかっこいいですしね、すごいいいなと思って気に入って使ってましたけれども、やはり側面の厚みっていうのはある程度あるので、少しスリムになって持ちやすくはなったんですけど、さらなる薄さを求めたいということで、次に買ったケースがこちら、ケースフィニットから出ているフロストエアーという商品になります。もう見た目でもわかると思うんですけど、非常に薄くて、そして軽いケースになっています。はい、つけました。もう正面から見たらケースついてないんじゃないかと思うぐらい薄いケースになっています。背面を見るとこんな感じ、黒くて半透明のケースなので、光の当たり具合によってはアップルマークが見えるような感じ、色味としてはほぼ真っ黒になってしまうような感じですね。これは本当に軽くて薄くて持ちやすいので、僕は今これを気に入って使っています。ただ以前上げた動画にもあるように、このライトニング端子とケースが干渉してしまうという問題が発生していて、そこさえなければすごいいいケースなんですけど、それだけがめちゃめちゃ残念だなっていう印象ですね。で、結局僕今どれを使ってるのかっていうと、このケースフィニットのフロストエアを使っています。理由はやはり持った時の軽さと薄さ、これにつきますね。やはり iPhone 12 Pro 結構重たいので、この薄くて軽いケースが僕には一番合ってるかなという感じです。ライトニング端子が干渉してしまうっていうのが非常に残念なんですが、それを差し引いても僕は今このフロストエアを使っているっていうところですね。ただこのフロストエアもやはりそのライトニング端子問題があるので、今後ケースを乗り換えたいというふうに考えています。良さげなケースを見つけたので、今後そちらもレビューしていく予定です。そのケースもとにかく薄くて軽くてかっこよく iPhone を保てるというようなケースなので、非常に僕自身も楽しみにしています。もしその新しいケースに興味がある方はチャンネル登録をして動画をお待ちください。総合的にはどれもすごいいいケースなので、皆さんそれぞれの手の大きさだったりとか iPhone の機種だったりとかに合わせて使っていただけるといいのかなというふうに思います。それでは最後に充電器の紹介をしていきたいと思います。 iPhone 12シリーズには充電器が付属しなくなりましたので、今回僕が買った充電器こちらになります。大きいの充電器、 USB-C のポートが2つ付いたタイプのやつですね。こちらの充電器は1個の端子から充電する場合は最大 60W で充電できるものとなっています。2つの端子から同時に充電するときは 18W と 45W に分けて電源供給されます。僕の場合 iPhone 12と iPad Air を同時に充電したいというふうに考えたので、この2口のタイプを購入しました。今までの iPhone についていた 5W の USB 充電器からこの急速充電器に乗り換えたら、もう世界が変わりましたね。マジでもっと早く気づいて購入してればよかったなというふうに思いました。もう感覚としては挿して30分も挿したら 50% は溜まってるような感じ、マジで早いです。ただまあ見てわかるように結構でかくて重みもあります。まあ持ち運んだりとかはあんまりしないので、まあこれでもいいんですけど、もう少し値段が高くて小さいタイプので2つ口がついてるやつもあったので、そっちにすればよかったかなっていうふうにも思いました。もしくはこの 5W 充電器と同じぐらいの小さいタイプで一口のタイプ、それを買ってもよかったかなと思ってます。まあ今の生活でこれで十分困ってないので、まあ現状はこれでいいかなというふうに思ってますけど、今後生活が変わった時にはちょっと
検討していけたらいいかなというふうに思います。今回はですね iPhone 12 Pro を購入して1ヶ月経過したということで購入したアクセサリーの紹介をさせていただきました。何かの参考になれば幸いです。もしこの動画が良かった、参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。